皆さんこんにちは、カゲトです。アークラグナロクやっていきます。はい、というわけでね、今回はボス戦をねやっていこうかなと思います。で、ここラグナロクのボスはね、ドラゴンとマンティコアの、まあ、コンビになります。はい、あなたとコンビニファミリーマートという感じで、まあ今回ボス戦に行くね、イカれたメンバーを紹介していきたいなと思います。編成はですね、ティラノが17体の、ユーティラヌスが2体で、ケブカサイが1体となります。っていう感じでね、まあ前置きはここまでにして、早速ボス戦行きましょうか。あれ、ニーシーローヤーと10だよな。ニーシーローヤーと10でしょ。で、俺が持ってきてるやつ、ニーシーローヤーと10だよな。あれ、暴食のアーティファクトって何で、逆にこれ使っていない、使わないアーティファクトもあるってことか。ちょっと待ってて。あれ、野獣のアーティファクトいらないの？やりますね。え、マジ暴食のアーティファクト必要だって。ちょっと待って、知らないんだけど。え、マジか。ちょっと待って、暴食調べよう。やっぱ地層テューティスを処理するには地層テューティスに限るな。あった、ここにあったのか。イカ魔界の近くなんだな。暴食のアーティファクトゲット。よし、これでボス戦いけるぞ。はい、というわけでね、まあちょっとハプニングはありましたが、とりあえずね、この、なんだ、暴食のアーティファクトをね、持ってきたんで、いや、置いてあるやつでよかったわ。というわけで行きましょうか、ボス戦。ガンマ。さあ行きましょうか。よーし、いや、緊張すんな。やっぱボス戦ってね、毎回緊張するよ。まあでもね、私は、ジェネシスのね、ボスを倒した男ですからね。もうあれに比べたらね、他マップのガンマ難易度なんてね、もうちょいのちょいなんで、行きます。俺はケブカサイに乗る。よし、行くぞ。よし、来た。おー、ここか。まずはサムネイルをいただくぜ。おー、ドラゴンとマンティコ、おー、すっごい、素晴らしいものが取れました。よし、行け、行けみんな。一体、ちょっと待って、やめてください。助けてください。よし。それで行こう。いや、先に、マンティコアよりドラゴンやってほしいんだけどな。お、次、ここが。お、グリフォン！あ、そうか、取り巻きグリフォンなのか。取り巻きグリフォンなのか、ちょっと待って。なんでマンティコア先に攻撃するん？ドラゴン先にやってほしいんだけど、え、何その攻撃。うわ、ロックエレメンタル来た。そう、そうだ、ロックエレメンタル出るんだよ。このラグナロクというマップのボスはね、ちゃんと取り巻きがいるんだよな。で、なんやかんやでもう、マンティコは倒しそうなんだが。ちょ、邪魔だ。どきな。なんか、ドラゴン飛んでんな。BGM もやんでるし。よし、行け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 。逃げねえ。なんか死んねえけど、マンティコはもういつの間にか瀕死だし。そうだ、ロックエレメンタル出てくるんだよな。一応このマンティコアと、はい、オッケー。一応こちらマンティコアとドラゴンのコンビはね、バルゲロでもちょっと戦ったことあるんですけど、あ、いいですね。はい、やめてください。けど、まあ、あれなんですよね。その時はゴリラと一緒に出てきてたんで、まあ、あれ、取り巻きはいなかったんですけど、倒しちゃったよ、もう。圧倒的すぎるし、BGM はないし、もうなんなん一瞬すぎるだろうが、はい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 、はい。はい、もう、白せよくせ。なんなん、もう。俺の用意した奴らが強すぎる。ねえ、早い。早すぎんだ。やったー、お疲れー。K
ケブカ祭何もやってないやん。まあせっかくだからちょっとツアーするか。ね、いろいろ説明したかったし、ロックエレメント、ボス戦のロックエレメンタルってね、普通のロックエレメンタルよりも硬いんだよって言いたかったんですけど、その前になんか倒しちゃったし、早すぎんだろ。これ何なんだろうな。あれ何なんだ。なんかがあるな。まあ、そんなこんなで勝ちましたわ。うん。はい、お疲れ様。うわ、ほとんど削れてねえな。てか、あれだろ、マンティコアの剥製取れなかったなっていうか、剥製、マンティコアの剥製って確か消えるんだっけ？なんかマンティコアの剥製って、あれなんだよな、スコーチドアースじゃないと取れないみたいなことを聞いた。それじゃあね、さっきのボス戦で手に入れたものをね、紹介していこうかなと思います。まずこれでガンママンティコアトロフィー、そしてガンマドラゴンのハンティングトロフィー。なんでこっち英語でこっち日本語なんだろう。まあいいや。で、マンティコアのシールドスキン。これも英語だな。マンティコア系は全部英語なんかな。で、エレメント65。美味しい。うん、てかあんな一瞬で終わるんだったらもうエレメント用に周回するのもありなのかもしれない。で、剥製だな。で、ハト、ハトじゃない。ハタ。ハタが2つに、族長棒スキン。これ、なんかもらえたんだよな。これ、ターキーイベントで交換できるやつなんだけど、ボス戦倒してももらえるんだな。へぇ。って感じでね、まぁ、ちょっと、この盾見てみましょうか。こんな感じです。お、かっこいい。いいね。ゴールド。ゴールドシールド。かっこいい。普通にかっこいいわ。いいね。んーで、剥製も飾りましょうか。これがガンマトロフィー。おお。これがドラゴントロフィー。おお、かっけえ。かっこいいなぁ。こんな色なんだ、ドラゴン。かっこよすぎひんか。いいねぇ。んーで、剥製見ましょうか。ドラゴンの剥製。おお、かっこいい。おー、いいねー。うわ、いいな、ドラゴン。やっぱかっけえわ、ドラゴンって。ちゃんとポーズもある。おーす。ちゃんと飛んでる姿もある。わー。やっぱドラゴンっていいよなー。めちゃくちゃかっけえわ。いいねー。素晴らしい。で、旗も立てましょうか。これがドラゴンで、これがマンティコアという感じです。はい。以上。お、なんかめっちゃ削れてるやついるな。あれかな、ドラゴンの炎食らったんかな。あ、傷ついてるやつまあまあいたわ。まあ、多分、奥でリンチにされていたやつなんだろうな。よし、レプリケーターと、巨大テックモンだ。で、ジェネレーターにタペヤロだ。タペヤロに、メガロドンのテックサドルも手に入れた。やった。この二つは今まで出てなかったから、嬉しいわ。で、テックライトも。あるな。テックの餌箱に、テックガントレット、テックレギンスと。いう感じのが解放されましたね。うん。はい、ってわけでね、今回はボス戦に行ったわけなんですが、まあ一瞬でね、終わりましたね。うん、まあみんなもね、あんまりダメージ受けてないし、まあちょっと一体だけね、体力が半分以下の子もいるんですけど、まあなかなかね、ちょっとあっさりとした戦いでした。うん。まあね、いろいろね、ロケットランチャーとか準備したんですけど、それ全く使わないでね、終わっちゃいました。あ、まあ、また今度ベータに挑む際に、まあ、使いたいなと思います。はい。でね、まあ、そして無事ボスを倒したということで、まあ、他マップからね、Q
恐竜とか何とかアイテムをね、いろいろ持っていきたいなと思います。うん。っていう感じでね、今回は以上にしたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。